1> 第一課1課1写真を見ながら兄と妹が話しています兄のガールフレンドはどの人ですかお兄ちゃんの彼女ってどの人後ろに立ってる人だよメガネかけてる人メガネはかけてないよじゃあ綺麗な色のスカーフをしてる人違うよじゃあどの人なのまだわからないほら一番綺麗な人だよ 帽子かぶってる？兄のガールフレンドは写真の中のどの人ですか？a。メガネをかけてスカーフをしてる人です。b 後ろに立って綺麗なスカーフをしてる人です。c 前に座っていてメガネをかけてない人です。d 後ろに立って帽子をかぶってる人です。 1> 第一課1課1写真を見ながら兄と妹が話しています兄のガールフレンドはどの人ですかお兄ちゃんの彼女ってどの人後ろに立ってる人だよメガネかけてる人メガネはかけてないよじゃあ綺麗な色のスカーフをしてる人違うよじゃあどの人なのまだわからないほら一番綺麗な人だよ 帽子かぶってる？兄のガールフレンドは写真の中のどの人ですか？a。メガネをかけてスカーフをしてる人です。b 後ろに立って綺麗なスカーフをしてる人です。c 前に座っていてメガネをかけてない人です。d 後ろに立って帽子をかぶってる人です。 学生は駅員に呼び止められました。それはどうしてですか駅員は学生に何をさせましたかもしもし、お客さん。え私ですかちょっと、あなた定期が切れてますよ。あ、そうですか。ちゃんとお金を払ってもらいますよ。 ごめんなさい。私今、お金持ってないんです。困るな。じゃあ、学生証を見せてごらん。はい。お金を持ってくるまで、これ、預かっとくよ。すみませんけど、お願いがあるんですが。なんだね。学校に知らせるのだけはやめてくれませんかわかったわかった。黙っとくよ。正しいものはどれですか ?A。 学生が定期をちゃんと見せなかったので、駅員は学生証を預かることにしました。B。学生が学生証を見せなかったので、駅員は学校に知らせることにしました。C。学生はどこかで切符をなくしたのにお金を払わないので、駅員は学校に知らせることにしました。D。学生は定期が切れているのに、 お金を払わないので、駅員は学生証を預かることにしました。<に>学生は駅員に呼び止められました。それはどうしてですか駅員は学生に何をさせましたか ももしもし、お客さんえ私ですかちょっとあなた定期が切れてますよあそうですかちゃんとお金を払ってもらいますよごめんなさい私、今お金持ってないんです困るなあじゃあ学生証を見せてごらんはいお金を持ってくるまでこれ預かっとくよすみませんけどお願いがあるんですが何だね学校に知らせるのだけはやめてくれませんか わかったわかった。黙っとくよ。正しいものはどれですか ?A。学生が定期をちゃんと見せなかったので、駅員は学生証を預かることにしました。B。学生が学生証を見せなかったので、駅員は学校に知らせることにしました。C。学生はどこかで切符をなくしたのにお金を払わないので、 駅員 D 学生は定期が切れているのにお金を払わないので駅員は学生証を預かることにしました 2> 第2課1新幹線の中で男の人が隣に座っている人に話しています男の人は何を頼みましたか 男の人はちゃんと降りることができましたかちょっとすみません。ここはどのあたりですか今京都を過ぎたところですよ。僕は次の駅で降りなきゃならないんですが、近づいたら教えてくださいませんかもしもし、もうすぐ着きますよ。うーん。起きてください。乗り越しちゃいますよ。あ、大変だ。急がなきゃ。どうもどうも。 ああ、荷物を忘れていっちゃった。正しいものはどれですか A、男の人が荷物を忘れそうになったので、女の人が教えてあげました。B、男の人は新幹線の中で寝ていたので、乗り越してしまいました。C、男の人は次の駅で降りたが、 新幹線の中に自分の荷物を忘れてしまいました D 男の人は京都で乗り越したので次の駅で新幹線を降りることにしました 2> 第2課 1, 1新幹線の中で 男の人が隣に座っている人に話しています男の人は何を頼みましたか男の人はちゃんと降りることができましたかちょっとすみませんここはどのあたりですか今京都を過ぎたところですよ僕は次の駅で降りなきゃならないんですが近づいたら教えてくださいませんかもしもしもうすぐ着きますようーん。 起きてください。乗り越しちゃいますよ。あ、大変だ。急がなきゃ。どうもどうも。ああ、荷物を忘れて行っちゃった。正しいものはどれですか A. 男の人が荷物を忘れそうになったので、女の人が教えてあげました。B. 男の人は新幹線の中で寝ていたので、乗り越してしまいました。C 男の人は次の駅で降りたが、新幹線の中に自分の荷物を忘れてしまいました。D 男の人は京都で乗り越したので、次の駅で新幹線を降りることにしました。2夜遅く、 女子高生が交番へ行きました。何を頼みましたかそこから彼女の家まで、タクシーでいくらぐらいかかりますかすみません、おまわりさん。終電車に乗り遅れちゃったんです。はい、それでタクシー代貸してほしいんですけど。いくら1000円でいいんです。財布に1000円残ってますから。ちゃんと返してくれるのかい明日の朝、一番に持ってきますから。しょうがないな。ちょっと待って。 はいじゃあ1,000円貸すからねこれからは夜遊びしちゃいけないよ早く家に帰らなくちゃダメだよご両親に心配かけるんじゃないよ「正しいものはどれですか A 女子高生は終電車に乗り遅れたのでタクシーに乗ろうと思いましたがお金が全然ないので1,000円貸してもらいました」B 女子高生は終電車に乗り遅れたので タクシーに乗ろうと思いましたが、お金が足りないので1000円貸してもらいました。C。女子高生は終電車に乗り遅れたのでタクシーに乗ろうと思いましたが、お金が2000円足りません。D。女子高生は終電車に乗り遅れたのでタクシーに乗ろうと思いましたが、お金がないので1000円もらいました。 <に>夜遅く女子高生が交番へ行きました何を頼みましたかそこから彼女の家までタクシーでいくらぐらいかかりますかすみませんおまわりさん終電車に乗り遅れちゃったんですはいそれでタクシー代貸してほしいんですけどいくら1,000円でいいんです財布に1,000円残ってますからちゃんと返してくれるのかい 明日の朝一番に持ってきますからしょうがないなちょっと待ってはいじゃあ1000円貸すからねこれからは夜遊びしちゃいけないよ早く家に帰らなくちゃダメだよご両親に心配かけるんじゃないよ正しいものはどれですか a 女子高生は終電車に乗り遅れたのでタクシーに乗ろうと思いましたがお金が全然ないので1000円貸してもらいました B. 女子高生は終電車に乗り遅れたのでタクシーに乗ろうと思いましたがお金が足りないので1000円貸してもらいました。C. 女子高生は終電車に乗り遅れたのでタクシーに乗ろうと思いましたがお金が2000円足りません。D. 女子高生は終電車に乗り遅れたのでタクシーに乗ろうと思いましたがお金がないので1000円もらいました。 第3課1男の人はガールフレンドをダンスに誘いました女の人は行くことにしましたかまたダンスの服は借りることにしましたか買うことにしましたか今度ダンスパーティーがあるんだけど一緒に行かない私ダンスが下手なの下手だって大丈夫だよ僕が教えてあげるから でも、ダンスの時に着る服がないし。なくたって構わないよ。レンタルすればいいんだから。レンタルするのは高いし。高くたっていいじゃないか。僕が払ってあげるよ。うんうん。一回しか着ないのに高いお金を出すなんて馬鹿げてるんじゃない分かったよ。買えばいいんだろうわ、嬉しいわ。ありがとう。正しいものはどれですか女の人は何が一番嬉しいのでしょうか A 男のの人ががダンスパーーティーに誘ってくれたのが嬉しいんです。B. 男の人がダンスを教えてくれるのが嬉しいんです。C. 男の人がダンスの時に着る服を借りてくれるのが嬉しいんです。D. 男の人がダンスの時に着る服を買ってくれるのが嬉しいんです。 第3課1男の人はガールフレンドをダンスに誘いました女の人は行くことにしましたかまたダンスの服は借りることにしましたか買うことにしましたか今度ダンスパーティーがあるんだけど一緒に行かない私ダンスが下手なの下手だって大丈夫だよ僕が教えてあげるから。 でも、ダンスの時に着る服がないし。なくたって構わないよ。レンタルすればいいんだから。レンタルするのは高いし。高くたっていいじゃないか。僕が払ってあげるよ。うん,うん。一回しか着ないのに高いお金を出すなんて馬鹿げてるんじゃない分かったよ。買えばいいんだろうわ、嬉しいわ。ありがとう。正しいものはどれですか女の人は何が一番嬉しいのでしょうか A え。 男の人がダンスパーティーに誘ってくれたのが嬉しいんです。B. 男の人がダンスを教えてくれるのが嬉しいんです。C. 男の人がダンスの時に着る服を借りてくれるのが嬉しいんです。D. 男の人がダンスの時に着る服を買ってくれるのが嬉しいんです。2. 女の人はどんな家に住みたいいと思っていますか女の人はご主人のために何をしてあげるつもりですかねえアパートの家賃も高いしそろそろマイホームを買わないそうだな小さくたって自分の家に住みたいよなやっぱり庭があって自然に囲まれた家がいいわそんなこと言ったって無理だよ駅から遠くたっていいじゃない。 そうすれば少しは安くなるわ。通勤が不便になるじゃないか。大丈夫よ。私が車で駅まで送り迎えしてあげるから。でも、仕事で帰りが遅くなることもあるんだぜ。構わないわよ。いくら遅くなったって私は迎えに行くから。正しいものはどれですか A. 女の人は通勤が便利で庭がある広い家に住みたいと思っています。 B 女の人は駅から遠くても庭があって自然に囲まれた家に住みたいと思っています C 女の人は家賃が安くて小さくても庭のある家に住みたいと思っています D 女の人は仕事で帰りが遅くなることもあるから駅から遠いところは不便だと思っています 女の人はどんな家に住みたいいと思っていますか女の人はご主人のために何をしてあげるつもりですかねえアパートの家賃も高いしそろそろマイホームを買わないそうだな小さくたって自分の家に住みたいよなやっぱり庭があって自然に囲まれたうちがいいわそんなこと言ったって無理だよ駅から遠くたっていいじゃない。 そうすれば少しは安くなるわ。通勤が不便になるじゃないか。大丈夫よ。私が車で駅まで送り迎えしてあげるから。でも、仕事で帰りが遅くなることもあるんだぜ。構わないわよ。いくら遅くなったって、私は迎えに行くから。正しいものはどれですか ?A。女の人は通勤が便利で庭がある広い家に住みたいと思っています。 B 女の人は駅から遠くても庭があって自然に囲まれた家に住みたいと思っています C 女の人は家賃が安くて小さくても庭のある家に住みたいと思っています D 女の人は仕事で帰りが遅くなることもあるから駅から遠いところは不便だと思っています 第4課1 2二人はテレビ番組について話していますどんな番組を見ることにしましたか何か面白い番組あるそうだな「土曜スペシャル」って番組があるけど「土曜スペシャル」って安くてうまいレストランの紹介だって他に何かない動物面白ランドっていうのもあるよ面白くなさそうねじゃあ 野球の試合を見ることにしようぜねえ、映画はないのアポロ13号ってのがあるよどうして先にそれを言ってくれないの早くテレビつけて2人はどの番組に興味がありそうですか A 男の人は野球の番組を見たいと思っていますが女の人はレストラン紹介の番組を見たがっています B 男の人は動物の番組を見たいと思っていますが女の人は映画を見たがっています C 男の人は野球の番組を見たいと思っていますが女の人は映画を見たがっています D 男の人も女の人も土曜スペシャルという番組を見たがっています 第4課1 2二人はテレビ番組について話していますどんな番組を見ることにしましたか何か面白い番組あるそうだな「土曜スペシャル」って番組があるけど「土曜スペシャル」って安くてうまいレストランの紹介だって他に何かない動物面白ランドっていうのもあるよ面白くなさそうねじゃあ 野球の試合を見ることにしようぜねえ映画はないのアポロ13号ってのがあるよどうして先にそれを言ってくれないの早くテレビつけて2人はどの番組に興味がありそうですか A 男の人は野球の番組を見たいと思っていますが女の人はレストラン紹介の番組を見たがっています B 男の人は動物の番組を見たいと思っていますが、女の人は映画を見たがっています。C。男の人は野球の番組を見たいと思っていますが、女の人は映画を見たがっています。D。男の人も女の人も、土曜スペシャルという番組を見たがっています。2> 2 息子は結婚式のことについて父に話しました息子はどこで結婚式を挙げるつもりですか父は賛成してくれましたかお父さん僕彼女と結婚しようと思ってるんだえ彼女ってほらこの前家に連れてきただろあの子だよ僕たちウィーンで結婚式をあげようと思うんだけどえウィーンってオーストリアのウィーンかいそうだよ ウィーンの教会で二人きりで式をあげるんだ二人きりってちょっと待ってくれよお父さんにはお父さんの夢ってものがあるんだよえお父さんの夢って正しいものはどれですか A. 父は息子が二人きりの結婚式をあげることに賛成しています B. 父は息子の結婚式に夢を持っていたので 2人きりの結婚式と聞いてびっくりしています。C. 父は息子が結婚してくれたらとにかく嬉しいと思っています。D. 父は息子が自分の全然知らない人と結婚するというのでびっくりしています。2> 2 息子は結婚式のことについて父に話しました。息子はどこで結婚式を挙げるつもりですか父は賛成してくれましたかお父さん、僕、彼女と結婚しようと思ってるんだ。え彼女ってほら、この前家に連れてきただろあの子だよ。僕たち、ウィーンで結婚式を挙げようと思うんだけど。えウィーンってオーストリアのウィーンかいそうだよ。 ウィーンの教会で二人きりで式を挙げるんだ。二人きりって、ちょっと待ってくれよ。お父さんにはお父さんの夢ってものがあるんだよ。えお父さんの夢って正しいものはどれですか ?A。父は息子が二人きりの結婚式を挙げることに賛成しています。B。父は息子の結婚式に夢を持っていたので、 二人きりの結婚式と聞いてびっくりしています C 父は息子が結婚してくれたらとにかく嬉しいと思っています D 父は息子が自分の全然知らない人と結婚するというのでびっくりしています第5課 1, 1母と子が話しています 子供は何と何を探しているのですか何してんの着替えを詰めてるんだよ。どこへ行くのキャンプに行くんだ。鞄が小さくて全部入んないや。荷物が多すぎるんじゃないの少し減らしたらうん、そうするよ。帽子はあったそれが見つかんないんだ。どこに入れたかわかんないの。部屋を片付けなさいっていつも言ってるでしょ。だって忙しいんだもん。お母さん、水筒はどこ えっと。お母さん、いつも言ってるでしょ台所を片付けてって。正しいものはどれですか ?A。カバンに着替えを詰めていますが、帽子と水筒はまだ見つかりません。B。カバンに着替えを入れたら、帽子と水筒が入らなくなりました。C。水筒は子供の部屋にあるはずなのに、まだ見つかりません。 D. 帽子は子供の部屋にあるはずなのにお母さんがどこかに片づけてしまいました第5課 1, 1母と子が話しています子供は何と何を探しているのですか何してんの着替えを詰めてるんだよ。 どこ行くのキャンプに行くんだカバンが小さくて全部入んないや荷物が多すぎるんじゃないの少し減らしたらうんそうするよ帽子はあったそれが見つかんないんだどこに入れたか分かんないの部屋を片付けなさいっていつも言ってるでしょだって忙しいんだもんお母さん水筒はどこえーっとお母さんいつも言ってるでしょ台所を片付けてって 正しいものはどれですか ?A。カバンに着替えを詰めていますが、帽子と水筒はまだ見つかりません。B。カバンに着替えを入れたら、帽子と水筒が入らなくなりました。C。水筒は子供の部屋にあるはずなのに、まだ見つかりません。D。帽子は子供の部屋にあるはずなのに、お母さんがどこかに片付けてしまいました。 <に>夫と妻が話しています妻は怒っているようですそれはどうしてですかただいまおかえんなさいここんとこ帰りが遅いわねこんなに遅くまで毎晩何してんのいろんな付き合いがあるもんだからね明日は土曜日だから早く帰れるんでしょそんなことわからんよ急に残業頼まれるかもしれんし あなた、明日はうちの子のサッカーの試合があるのよ。たまには見てやったらどうなのまた知らんぷりして。本当に嫌になっちゃうわ。正しいものはどれですか ?A。お父さんは明日の土曜日にも仕事がありますが、多分早く帰れるだろうと思います。B。お父さんは会社の付き合いでいつも帰りが遅く、 土曜日も早く帰れるかかかどうか分かりません C お父さんは土曜日には仕事がないので時々子供のサッカーの試合を見に行くことにしています D お父さんは毎日残業があって帰りが遅くなるので仕事が嫌になってしまいました2 夫と妻が話しています。妻は怒っているようですそれはどうしてですかただいまお帰んなさいここんとこ帰りが遅いわねこんなに遅くまで毎晩何してんのいろんな付き合いがあるもんだからね明日は土曜日だから早く帰れるんでしょそんなことわからんよ急に残業頼まれるかもしれんし あなた、明日はうちの子のサッカーの試合があるのよ。たまには見てやったらどうなのまた知らんぷりして。本当に嫌になっちゃうわ。正しいものはどれですか ?A。お父さんは明日の土曜日にも仕事がありますが、多分早く帰れるだろうと思います。B。お父さんは会社の付き合いでいつも帰りが遅く、 土曜日も早く帰れるかかかどうか分かりません C お父さんは土曜日には仕事がないので時々子供のサッカーの試合を見に行くことにしています D お父さんは毎日残業があって帰りが遅くなるので仕事が嫌になってしまいました第6課1 男の人は何に困っているのですかすいませんおばあさんあイノシシを見ませんでしたか見ましたけどどっちの方へ行きましたかこっちの方へ走って行ったよどんなイノシシでしたかすっごく大きくて強そうなやつだったよやっぱりそうかあいつがうちの畑を荒らして困ってるんですよ悪いことばっかりするんで。あそりゃあ困ったことだね 正しいものはどれですか A 大きくて強そうな男の人がイノシシを取るので困っています B 大きくて強そうなイノシシがおばあさんの畑を荒らすので困っています C 大きくて強そうなイノシシが男の人の畑を荒らすので困っています D 大きくて強そうな男の人が 悪いことばかりするので困っています。第六課一。男の人は何に困っているのですかすいません、おばあさんあ、イノシシを見ませんでしたか見ましたけど。どっちの方へ行きましたか こっちの方へ走っていったよ。どんなイノシシでしたかすっごく大きくて強そうなやつだったよ。やっぱりそうか。あいつがうちの畑を荒らして困ってるんですよ。悪いことばっかりするんで。そりゃ困ったことだね。正しいものはどれですか ?A。大きくて強そうな男の人がイノシシを取るので困っています。B。 大きくてて強そうなイノシシがおばあさんのの畑を荒らすすで困っています C 大きくて強そうなイノシシが男の人の畑を荒らすので困っています。D 大きくて強そうな男の人が悪いことばかりするので困っています。2, 2女の人が警官と話しています。 女の人は何を取られたのですかおまわりさん大変です。泥棒に入られたんです。家に鍵をかけてましたかえー、鍵をかけてたんですけど、窓を破られたみたいです。あ、やっぱりそうですか。ここのとこ、同じような泥棒がよく出るんですよ。こないだ隣のマンションでも泥棒に入られましてね、現金を取られたんですよ。お宅では何か取られましたか ええ、私悔しくって悔しくって。よっぽど大切なものを取られたんですね。私の指輪がなくなってるんです。とっても高かったんです。すごく気に入ってた指輪なんです。買ったばっかりだったのに。そうですか。お金は大丈夫でしたかええ、給料日前だから。正しいものはどれですかええ。隣のマンションでは泥棒にお金を取られましたが、 この女の人の家ではお金は取られませんでした。B。女の人は家に鍵をかけるのを忘れていたので、泥棒に入られてしまいました。C。女の人は昔から大切にしていた指輪を泥棒に取られてしまいました。D。このところ、空いている窓から泥棒に入られる家が多くなっています。 女の人が警官と話しています女の人は何を取られたのですかおまわりさん大変です泥棒に入られたんです家に鍵をかけてましたかええー、鍵をかけてたんですけど窓を破られたみたいですあやっぱりそうですかここんとこ同じような泥棒がよく出るんですよこないだ隣のマンションでも泥棒に入られましてね現金を取られたんですよお宅では何か取られましたか ええ、あ悔しくって悔しくってよっぽど大切なものを取られたんですね私の指輪がなくなってるんですとっても高かったんですすごく気に入ってた指輪なんです買ったばっかりだったのにそうですか、お金は大丈夫でしたかええ、給料日前だから正しいものはどれですかええ、隣のマンションでは泥棒にお金を取られましたが この女の人の家ではお金は取られませんでした。B。女の人は家に鍵をかけるのを忘れていたので、泥棒に入られてしまいました。C。女の人は昔から大切にしていた指輪を泥棒に取られてしまいました。D。このところ、空いている窓から泥棒に入られる家が多くなっています。 第七課一2二人は駅へ行きましたそこで男の人は何と何を買うことにしましたかちょっとここで待っててどこ行くのをあっ1,000円しかない。 1000円でも自動販売機使えると思うけどああ小銭がいっぱいになっちゃった。ちょうどあかったじゃない。今から電車の切符買うんだから、私の分も買って。どこまで？渋谷までよ。正しいものはどれですかあ 男の人は自動販売機でタバコを買ったので小銭が少なくなりました。B 男の人は改札機で2人分の切符を買ったので小銭が増えました。C 男の人はタバコを買った後小銭がいっぱいになりましたが電車の切符を買うときにその小銭を使いました。D 男の人は1000円しかなかったので 女の人に切符を買ってもらいました。第7課1 2人は駅へ行きました。そこで男の人は何と何を買うことにしましたか ちょっとここで待っててどこ行くのたばこを買ってくるから小銭あるあ千1,000円しかない1,000円でも自動販売機使えると思うけどああ小銭がいっぱいになっちゃったちょうどよかったじゃない今から電車の切符買うんだから私の分も買ってどこまで 渋谷までよ。正しいものはどれですか ?A。男の人は自動販売機でタバコを買ったので小銭が少なくなりました。B。男の人は改札機で2人分の切符を買ったので小銭が増えました。C。男の人はタバコを買った後小銭がいっぱいになりましたが、電車の切符を買う時にその小銭を使いました。 D 男の人は1,000円しかなかったので女の人に切符を買ってもらいました 2> 2女の人はどうして怒ってしまったのですか早く早く急がないと映画始まっちゃうよどっちのの電車乗るの早くこれに乗ろうねえねえこの電車本当に渋谷行くの 確かそうだと思うけど。ああ違うわよ。あたしたち間違ったみたい。違う方向よ。ほんとだ。しまった。次の駅着いたらすぐ降りよう。ああ。映画始まっちゃう。仕方がないな。タクシーで行くか。すぐにタクシー乗れるかしら。今頃ごろの時間、道路混んでるかもしれないし。ほんとにあなたったら慌てものなんだから。 正しいものはどれですか ?A。道を間違えたために映画が始まる時間に間に合わないかもしれません。B。タクシーに乗ったら道が混んでいたために映画が始まる時間に間に合わなくなりました。C。違う方向の電車に乗ったために映画が始まる時間に間に合いそうにありません。D。映画が始まる時間なのに 映画館が見つからなくて二人は慌てています 2, 2女の人はどうして怒ってしまったのですか早く早く急がないと映画始まっちゃうよどっちの電車乗るの早くこれに乗ろう ねえねえこの電車本当に渋谷行くの確かそうだと思うけどああ違うわよあたしたち間違ったみたい違う方向よ本当だしまった次の駅着いたらすぐ降りようああ映画始まっちゃう仕方がないなタクシーで行くかすぐにタクシー乗れるかしら今頃の時間道路混んでるかもしれないし 本当にあなたったら慌て者なんだから正しいものはどれですか? A」「A 道を間間間違えたためににに映画が始ままる時間に間に合わないかもしれません B タクシーに乗ったら道が混んでいたために映画が始まる時間に間に合わなくなりました」C「C 違う方向の電車に乗ったために映画が始まる時間に間に合いそうにありません」 D 映画が始まる時間なのに映画館が見つからなくて二人は慌てています第8課 1, 1男の人の携帯電話はどこへ行ってしまったのですか大変だ大変だ僕の携帯電話がなくなっちゃったえどこに入れてたんだい上着のポケットかカバンの中かどっちかだよ カバンの中はよく調べてみたのかいもちろんだよもう一度調べてみたらもう何回も何回も調べたよ最後に使ったのはいつだったんだいえっと、電車に乗った時に会社に電話を入れたんだじゃあきっと電車の中に忘れたんだよ駅に問い合わせてみたら正しいものはどれですか A、電車に乗る前に会社に電話をしてその後、駅で携帯電話を忘れてしまったようです B. 電車に乗った後で会社に電話をして、その後電車に携帯電話を忘れてしまったようです。C. 電車の中に忘れ物をしたので、携帯電話で駅に問い合わせてみました。D. 電車の中で携帯電話がなくなったので、会社に連絡を入れておきました。 第8課1男の人の携帯電話はどこへ行ってしまったのですか大変だ大変だ僕の携帯電話がなくなっちゃったえどこに入れてたんだい上着のポケットかカバンの中かどっちかだよカバンの中はよく調べてみたのかいもちろんだよもう一度調べてみたらもう何回も何回も調べたよ最後に使ったのはいつだったんだいえっと 電車に乗った時に会社に電話を入れたんだ。じゃあきっと電車の中に忘れたんだよ。駅に問い合わせてみたら。正しいものはどれですか ?A。電車に乗る前に会社に電話をして、その後、駅で携帯電話を忘れてしまったようです。B。電車に乗った後で会社に電話をして、その後、電車に携帯電話を忘れてしまったようです。C。 電車の中に忘れ物をしたので、携帯電話で駅に問い合わせてみました。D、電車の中で携帯電話がなくなったので、会社に連絡を入れておきました。2>, 2、社員は部長に何を相談しているのですか部長、お話があるんですが。なんだね。これ、受け取ってください。 え辞表じゃないか君、会社を辞めたいって言うのかい会社を辞めてどうするつもりなんだいそれは、辞めてから考えます。奥さんにはもう話したのかねいえ、それはまだ。奥さんともよく話し合ってみたら、君は我が社にとってなくちゃならない人間なんだよ。もう一度考え直してみては。正しいものはどれですか ?A. 男の人は他にやりたいことができたので会社を辞めるつもりです。B。男の人は奥さんとも相談して会社を辞めることにしました。C。男の人はまず会社を辞めてから何をするか考えようと思っています。D。男の人は奥さんと相談して会社を辞めることは考え直すことにしました。 <に>社員は部長に何を相談しているのですか部長お話があるんですが何だねこれ受け取ってくださいえ<あ>辞表じゃないか君会社を辞めたいっていうのかい会社を辞めてどうするつもりなんだいそれは辞めてから考えます奥さんにはもう話したのかねいえそれはまだ奥さんともよく話し合ってみたら 君は我が社にとってなくちゃならない人間なんだよ。もう一度考え直してみては。正しいものはどれですか A. 男の人は他にやりたいことができたので会社を辞めるつもりです。B. 男の人は奥さんとも相談して会社を辞めることにしました。C. 男の人はまず会社を辞めてから、 何をするか考えようと思っています D 男の人は奥さんと相談して会社を辞めることは考え直すことにしました第9課 1, 1女の人はお見舞いに行きました何を持って行きましたかかお体の調子はいかがですかありがとうございます。 だいぶ良くなりましたのでご心配なくこれお見舞いですどうぞ綺麗な花ですねどうもすみませんこちらにおかけくださいい,いえお構いなく会社のみんなからのお見舞いも預かってきましたこれどうぞみんな心配しているんですよすみませんねどうぞ皆さんにくれぐれもよろしく来週にはもう退院できると思いますのでそれは良かったですねおかげさまで 退院後、一週間ほど家で休んでから会社に出ます。どうぞごゆっくりお休みになってください。今日はこれで失礼します。どうぞ大事に。正しいものはどれですか ?A。男の人はもうすぐ退院するので、来週は会社に出られるだろうと思います。B。男の人は来週退院できたら、 1> 1週間ほど家で休んでから会社に出ます C 男の人は来週退院することになっていますがいつ会社に出られるかはまだ分かりません D 男の人は会社を休んでいるので心配して会社のみんながお見舞いに来てくれました 第9課1女の人はお見舞いに行きました何を持って行きましたかお体の調子はいかがですかありがとうございますだいぶ良くなりましたのでご心配なくこれお見舞いですどうぞ綺麗な花ですねどうもすみませんこちらにおかけくださいい,いえお構いなく会社のみんなからのお見舞いも預かってきました これどうぞ、みんんな心配しているんですよすみませんね。どうぞ皆さんにくれぐれもよろしく。来週にはもう退院できると思いますので。それは良かったですね。おかげさまで。退院後、一週間ほど家で休んでから会社に出ます。どうぞごゆっくりお休みになってください。今日はこれで失礼します。どうぞ大事に。正しいものはどれですか A. 男の人はもうすぐ退院するので、来週は会社に出られるだろうと思います。B. 男の人は来週退院できたら、1週間ほど家で休んでから会社に出ます。